さあ皆さん、青山学院大学に行ってみたいと思います。本日の長文の全体像ですが、全部行くと8段落。そして、設問形式は空詞補充問題10問あるんですが、まあ、さすがにちょっとこれを全部やってるとですね、視聴時間がもうかなり長くなってですね、皆さんご覧いただけないという可能性もございますので、最初の4段落と最初の5問ですね、これをやればですね、どういう感じで解けばいいのかっていうのが分かっていただけるんじゃないかなという感じがしますので、まずはこの5問に集中してみたいと思います。そして、皆さん、空詞補充問題はどうやって解くんですかと言われたら、まあ、例えば空詞のこう、前後のところにですね、まあ、こういう表現があったとします。で、じゃあ、選択肢どれ選びますかと言われたら、こういう感じです。皆さん、やだっち。これが正解になるんですね。ですから、言い方を変えると、皆さん、本文と選択肢ですね。空詞を見ても、まあ、もちろん答えは出ませんから、空詞の前後の表現と、で、選択肢を見比べて、言い換え可能なものですね。ニアリーイコール。これを皆さん探し出していただきますと、正解になりますので、これを意識しながら頑張ってください。さあ皆さん、第1段落と、そして皆さん、第2段落途中までなんですが、皆さんもこのタイミングで空欄11番いけるかと思いますので、よろしくお願いいたします。で、皆さん、空書の前後を読んでいただいても、against the will、意思に反してとか、皆さん、現実の後についていく。そういう言い換えがないですよね。で、皆さん、空詞の右側のこの辺りの言い換えが見つかりますよね。ですから正解は3番ですよね。The body の言い換えがしっかりありましたね。で、もちろんコンベンション、習慣、しきたりの話はないですよね。で、続いて第2ではなく後半でございます。今度は空欄12番ですね。お願いいたします。で、皆さん読んでみるとですね、まず run、走ることですよね。皆さん走ることは、皆さんもうお気づきかと思いますが、プラスの価値観で統一されております。それと feel sorry for yourself ですね。自分自身を憐れむマイナスの話です。それが at the same time、同居する、同時に起こることが空欄12番ということでよろしいかと思います。で、皆さん、発言がオールソーで追加されておりますので、皆さん、その次の文章を読んでみるとですね、走った後の皆さん、爽快さ。まあ、頭がスッキリするんですね。そういう話が書かれていますので、走ることと自分を憐れむこと。そういうことは起こらなさそうですよね。ですから正解は2番ですよね。ハード。難しいということでよろしいかと思います。で、もしその2つの状況が起こってしまったらライクリーですが、その根拠、言い換えはないですね。で、もちろん3番のように危険とか、まあ、もしくは安全危険、そういう話もないですね。で、頭が爽快になるわけですから、それが望ましい。マイナスがあると望ましいかと言われたら、逆に望ましくないんですよね。ですからやっぱり2番でバッチリです。では次の段落でございます。一読をお願いいたします。で、皆さんまず空欄13番お願いいたします。で、皆さんまずこのザットフィーリング、これで選択肢絞れそうですよね。で、皆さん、まずこのフィーリングとつながる選択肢絞りますね。ですから、そのつながりのない1番と3番がまずバツですよね。さあ、あとは2番と4番、どっちでしょう。で、皆さん、画面の都合上、一つずつ言ってみたいと思いますが、皆さん、この選択肢の2番はどうでしょうかね。で、おそらくどこを読んでいただいても、例えばプロフェッショナルランナーの言い換えがなさそうですよね。で、みさん、続いて4番どうでしょう。で、みさん、文末のブランニューパーソンの言い換え、これなら見つかりますよね。もちろんここですよね。新しいニューロンの誕生ということでバッチリです。
ですから正解は4番、言い換え可能ということでよろしいかと思います。サミさん、続いて空欄14番でございます。お願いします。サミさん、これは空所の前後を見ていただきますと、皆さんちゃんとつながり、言い換えがありますよね。で、皆さんもお気づきかと思いますが、プロデュースとの言い換えがありますよね。もちろん正解は2番ですよね。ジェネレイティと生み出すということで、皆さんプロデュースの言い換え可能です。さあ、皆さん最後の問題でございます。空欄15番お願いします。で、皆さん、これは空所の右側に and がありますので、メモリーと言い換え可能ですよね。もしくはメモリーつながりでメモリーの改善につながる選択肢が見つかっているかと思います。ですから正解は4番ですよね。ラーニング学習でバッチリです。もちろん学習というのは何かを記憶していくことでもありますよね。ですから言い換え可能、つながりがしっかりありますね。さあ、皆さん、お疲れ様でございました。皆さん、空小十問題5問扱いましたが、皆さん言い換えどうでしたか？で、もちろん空小十問題ですね、どちらかというとまあ苦手だ、という方もたくさんいらっしゃるはずでございますので、このヤダチとスタディでもなるべく空小十問題ですね、扱ってみていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いします。